第11代サンドウィッチ伯爵第11代サンドウィッチ伯爵ジョン・エドワード・ホリスター・モンタギューは、イギリスの貴族、政治家、実業家。1943年4月11日、当時ヒンチンブルック死者区の儀礼称号を使用していた、ビクター・モンタギューとその妻モード、旧姓、ピートの間の長男として生まれた、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジを卒業。 1971年にザ・ブック・オブ・ザ・ワールドを出版した。1974年から1986年にかけてクリスチャン・エイドに参加。1987年から1992年にセーブ・ザ・チルドレンファンドの編集員となった。1990年にはプロスペクツ・フォー・アフリカ・エス・チルドレンを出版した。 1995年2月25日に、社位一代放棄していた父の死により、第11代サンドウィッチ伯爵を継承した。1999年に世襲貴族の議席が92議席に限定された後も、世襲貴族枠の貴族院議員に選び残された。次男のオーランド・モンタギューの説得で、2004年に、プラネット・ハリウッドの創業者である実業家、 ロバート・アールと共同で、フロリダ州、オーランドのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内のダウンタウン・ディズニーに、サンドイッチ店、アール・オブ・サンドウィッチを開店した。オーランドによれば、このベンチャーを始めるよう父を説得するのに5年、ロバート・アールの協力を得るのに3年、ディズニーとの契約をまとめるのに2年かかったという。1995年2月25日の父、ビクター・モンタギューの死去により、 以下の爵位を継承した。1968年、スーザン・キャロライン・ヘイマンと結婚。彼女との間に以下の三つ子を設けた。ありがとうございます。